9月4日2007年に契約金85万ドルでアトランタブレイブスと契約してプロ入り。これは同年にアマチュアフリーエージェントでメジャー球団と契約した投手の中では最高金額だった。2008年に参加のアパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレイブスでプロデビュー。2009年はルーキー級ダンビルと永久。 ローム・ブレイブスの2球団合計で14試合に先発。その素質が高く評価され、シーズンオフには、ベースボールアメリカ市が選ぶ有望株ランキングで51位に入り、MLB.com の有望株ランキングでは34位に入った。2010年は A 級ロームでスタートし、最終的には A 級ミシシッピ・ブレイブスまで昇格。 3つの階級で24試合に先発し、142イニングで防御率2.59という高成績を残した。7月には、オールスターフューチャーズゲームに、世界選抜の一員として出場し、最高級速97マイルパーアワーを記録している。オフには、ベースボールアメリカ史により、カロライナリーグのナンバーワンプロスペクトに選ばれた。二千十一年は、 トリプル A 級グイネットブレイブスで開幕を迎えたが、5月6日にメジャーに昇格し、7日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。翌日にトリプル A 級グイネットに戻され、18日のアリゾナダイヤモンドバックス戦に登板して、以降はトリプル A 級グイネットに戻された。マイナーでは25試合に登板し15勝3敗、防御率2.55。 ホイップ1.18の成績を残し、9月3日にメジャー最小を格した。2013年、先発ローテーションに空きスポットができたため、本格的にローテーションに定着。出だしは調子が上がらなかったが、シーズンが進むにつれて徐々に調子を上げる。最終的には30試合に先発登板して14勝8敗、防御率3.20。 ホイップ1.17という素晴らしい成績を残した。この活躍ぶりが評価され、シーズン終了後のルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、ナショナルリーグ5位にランクインした。2014年2月14日に、ブレイブスと総額3240万ドルの6年契約で合意した。自身初の開幕投手を務めるなど、この年も先発ローテーションで投げ、 エース格の存在に飛躍を遂げる。33試合に先発登板し、うち23試合で、自責点を2内に抑える、見事なピッチングを披露したが、打線の援護に恵まれずに負け星も重んだ。それでも、2つの完封勝利を含む2年連続での14勝を上げたほか、防御率2.89、186奪三振。 ホイップ1.08という抜群の成績を残した。2015年はナリーグトップタイの33試合に先発し、3年連続2桁勝利となる11勝を挙げたが、投球内容自体はやや低下した。防御率4.04は、先発ローテーション定着後では、初めての4.00超であり、基本塁打や予試球も増加した。なお、 脱三振は3年連続170以上だった。2016年は4月はやや不調だったが、5月から調子を上げ、前半戦は防御率2.96の高成績だった。しかし、打線の援護に乏しく、三勝となりだった。オールスターには折り返しジメジャー最低勝率に沈んでいたチームから唯一選出された。最終成績は、 30試合の先発登板で、防御率3.21、ホイップ1.05と高騰したが、チーム事情もあって7勝を10敗と負け越しに終わった。オフの12月5日に第4回ワールドベースボール、クラシックのコロンビア代表に選出された。2017年は、シーズン開幕前の3月に選出されていた第4回、WBC に参加。 シーズンでは32試合の先発登板で11勝13敗と2年ぶりの2桁勝利を挙げた。しかしその一方、防御率4.49、ホイップ1.37は先発ローテーションに定着後ではワーストと、投球内容は前年から再び悪化した。特に新本拠地のサントラストパークでは3勝10敗、防御率5.89と苦しんだ。 2018年も開幕投手を務め5年連続はアトランタ移転後のチーム最長記録となった8月5日のニューヨークメッツ戦で初本塁打を放つ最終的に31先発で9勝9敗防御率3.94の成績を残したホーム成績も防御率3.96と改善が見えた2019年は 球団史上最長隊となる6度目の開幕投手に起用された。最終的に33先発で10勝11敗、防御率3.81を記録。ポストシーズンのロースターから漏れたが、負傷したクリス・マーティンに代わり途中加入。リリーフとして2試合に出場した。オフにオプションが破棄され、FA となった。2019年12月21日に、 ロサンゼルス・エンゼルスと900万ドルの単年契約を結んだ。2020年7月19日に新型コロナウイルスの陽性が示されたことが発表された。オフの10月28日に FA となった。2021年2月19日にデトロイト・タイガースとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ。 23日に正式工事された。その後3月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。スリークォーターから平均92マイルパーアワーのフォーシームを中心に平均89マイルパーアワーのツーシーム、決め玉である平均81マイルパーアワーのスライダー、平均73マイルパーアワーのカーブ、 平均8 2アワーのチェンジアップを使用する。メジャー通算対右ヒオプスは563であるのに対し、対左ヒオプスは755と左打者を苦手としている。細身の体型からしばしばペドロマルティネスと比較される。ありがとうございます。